モラの皆さん、どうもラくんです。はい、今回ですね、まあ皆さん、まあ最近ね、まあ TikTok がまあ巷で流行ってるじゃないですか。可愛い子を眺めるのもよし、イケメンを眺めるのもよし、女の子のおっぱいを見るのもよし。っていうね、まあいろんな使い方がある TikTok なんですけど、まあ、今回はまあその TikTok で、セアナくんっていうね、まあフォロワーが3万人いるね、まあ有名 TikTok がいるわけですよ。まあその TikToker に、まあ今回は、まあいきなりね、まあ初対面なのにめっちゃフレンドリーで絡みに行ったら果たしてどんな反応するのかね、まあこちらやっていきたいと思います。イエーイ。多分ね、初心者 TikToker に対してね、まあこうやったら人気者になれるよっていうね、まあ伝授ね、まあしてもらえると思うので、早速仕掛けていきましょう。 Red to it。 イエーイ。いやー、マジマジ。誰誰ねえ、笑い方大丈夫？ごめん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 、この笑い方デフォルトだから。やばいやば、なんか機内ショーみたいな。なんか怖いんだけど薬やってんな。いや、なんかピカチュウみたいな声してんね。よく言われる。気持ち悪い。やめてよ。ごめん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 。何歳なの？13だよ、まだ。え、13なの？いい波乗ってんの？そうだよ。まあまあ仲良くしてくらしいよ。いいよ、おかげ。絶対笑ってないでしょ、まだ。いや、笑ってる笑ってる、ちゃんと。いや、ちょっと TikToker に媚びてればフォロワー増えるかなと思って。ぶっ飛ばすの？ぶっ飛ばすの？聞いてください、聞いてくださいよ。あの、僕も TikToker になりたいんですよ。あ、もうブロックしちゃ面白い。ひでえわ、ひどいひどい。オフ会来てくれたじゃん。ヤミフ君に言われるまであのクソガキ誰。やばい。いや、ごめん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 。うまいな。ヤミフ君と友達なの？なんか、オフ会の時に初めて知ったヤミフ君のこと。僕普通にファンなんですよ。聞いたから、あ、そうなんですね。ヤミフ君かわいい。俺ヤミフ君に金取られたから。しょうがないよね。なんでだよ。ヤミフ君の方がやっぱりね、かっこいいからね。いや、うるせえよお前。いや、俺だって別にかっこいいから。サングラスしてればね。うるせえよ。おい、お世辞にもほどがあんだろ、クソガキ。おい。え、てか今日ね、あれ見たんだよね、小学校4年生にめっちゃ煽られてるやつ。あれやばいでしょ。え、やばい、やかしてる、あの子って。私やらそういう時ずっとなんかもう本読んでたよ。え、そんなおとなしかったのにお前いい波乗ってんのよ。TikTok は闇だよ、みんな。そうなの？教えて、ちょっと闇。 TikTok ってビガオモードっていうのがあって、あれオンオフだとめっちゃ違くて、顔の大きさとか手の大きさとか変わるの。あれ一回さ、TikTokerと遊びに行った時に、初めて会った時誰か分かんなくて、え、誰ですか？めっちゃ失礼じゃん。TikTok やばいよ、本当に。え、言ったちゃんと、え、誰ですか？ブスですよね、みたいな。じゃあそこまで言う。あ、言わない言わない。え、なんか、でもなんか、え、どちらさまで言ったことは言わなかった。あ、なるほどね。俺みたいに誰あのクソだけみたいな感じでしょ。それひどい。めっちゃひどいと思う。いや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 。いや、おこだわ、マジで。おこ？おこだよ。じゃあ今度、ほっぺムニムニしてあげるね。やめろよ。おたふくに似てるよね。ちょっとググってみて、ググってみて、おたふくちゃん。どぎついの出てきたらしばっから。めっちゃ似てるから、めっちゃ似てるから。やば。いや、おかめなっとや。ふざけんなよ。見たことあるわ、これ。見たことある？朝飯で食ったことあるわ。よく出てくるよね。いや、シアラこれに似てんの、もう外歩きに。いいじゃん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 、今日からおたふくちゃん TikTok に。え、かわいいって言った今。すいません、お姉さんブスの間違いだよ。ふざけんな。わかんないんだけど、何よ。かわいいかわいいかわいい。はい。いや、もう感情を失ったから。いや、もう失ってんな。だから、ごめんごめんごめん。では切っていきます。はい。実はね、セアラちゃん動画回してんの。ねえ。嘘じゃん。嘘でしょ。いや、本当だよ。え、本当に撮ってる。お前ちょっと
てないから。いや聞いて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 、こんな上げ方ばっかしてるから事務所にクレームしか来ねえんだよマジで。消してくださいみたいな、お母さんから。やば。13と19なんですけど、ちょっと付き合うのどうですか僕たち。僕はやっぱ可愛いからさ、もっと闇福くんくらいのイケメンじゃないと付き合えないんだよね。あ、なるほどなるほど。僕ってオカメ納豆だから、そこら辺に落ちてる土と付き合えたらいいなって。ほら、闇福くんに謝らないで。殺すぞ。誰が土やん。